かわして先頭、外から一気にずっと上がってきた。ハイクアウト、2番手に続きます。14番ハイクアウト、ペースが一旦落ちます。あとは一線に広がっています。内から2番のヒルノ・アトラーニ、外から追い上げた。徐々に進出16番のブルベアバック、その後ろ3番手集団固まっていますが、徐々に6番の大隅メテオール進出、さらに外から15番のクールモンスター、1コーナー回っていきました。先行争いを制して11番ブルックリンソウル先頭でリードが1馬身、2番手14番ハイクアウトがつけて、第2コーナーのカーブ、2番手の外に16番ブルベアバック並びました。第2コーナーカーブから向こう上面に入ります。1番のヒルノ・アトラーに4番手、差がなく外から15番のクールモンスターが続いて、間を押して6番の大隅メテオール、先団グループはここまで固まっています。2馬身後方に10番のブレイブウォリアー、それからブチが入って13番ブルノ、あとはちぎれました。7馬身から8馬身後ろ、1番のワンダーラジャ一旦遅れていましたが今追い上げに入っています。連れて4番のダノングローリア、3コーナー回っていって、2馬身後方3番のアテンソード、残り800切りました。内からは7番のワールドガーランド、3、4コーナー中間に向かいます。2馬身差9番のアステロイド、その間にサムデイサムウェア、内から5番のフライングスター、大きく遅れてどうやら競争を中止しそうでしょうか。12番のクールブリーズ後方で止まります。3、4コーナー中間から4コーナーに入って、さあハイクアウトが今度は先頭に変わって残り400を切りました。外からブルベアバックが並んでくる、直線に向かいました。内から盛り返す11番のブルックリンソウル、2番手のうちに並んでいます。あとは追い込み勢一気に殺到してきますが、ムチが入って10番のブレイブウォリア、ブレイブウォリア、そして間から2番のヒルノ・アトラーニ、200を切りました。2番のヒルノ・アトラーニ一気に突き抜けて先頭に立った。2番手に14番ハイクアウト粘りそう、追い込んでくる1番のワンダーラジャ、3番手に上がってくる2番のヒルノ・アトラーニ、ゴール。14番のハイクアウト2着、